県生まれ、川辺定吉の長男として淡路島、福良に生まれる。関西学院文学部卒業した後、1920年にアメリカ合衆国に留学し、グリーンビルカレッジに留学し、その後、ドルージン学校で学んだ後、イギリスに渡り、エディンバラ大学、オックスフォード大学で学ぶ。その後、エルサレムのアメリカ東洋研究所員になり、 w f オルブライトの指導を受ける。1925年帰国。林潤と結婚し、関西学院文学部教授に就任する。後、予科長、高校校長、宗教総主事を務める一方、自由メソジスト教会教職として、巻き会にも従事する。1948年自由メソジスト教会を離れ、自宅を開放し開拓伝道を始め、 単立千里山キリスト教会を設立する。1949年関西学院を一時休職してカナダに渡りトロント大学で学び、1950年には博士号を取得する。1962年に関西学院を辞職し伝道に専念する。1963年河辺定吉記念礼拝堂を建設する。三婦人科、幼稚園。 教会学校体育館、祈祷室、集会、宿泊所、シオンロッジなどの建設を計画し、4500坪の給料をシオンの家と名付け、施設の建設を行った。また、ケズイックコンベンションや大阪町党会などの超教派の活動を行う。晩年は、新都教育のためのシオン聖書学校を開校した。1970年に死去する。 ありがとうございます。